大食いカートマンとハラペコマービンはコメディセントラルのテレビアニメサウスパークの第9話でありアメリカ合衆国での本放送は1997年11月19日に行われた脚本はトレイ・パーカーマット・ストーンとパム・ブレーディアメリカ合衆国で t b m 指定を受けたこの回はサウスパーク史上初の感謝祭スペシャル番組であり 第三世界に対するアメリカ合衆国の無関心さと人道主義事業を風刺した回となっており、サリー・ストラザー,ースへの攻撃も込められている。この回の評判はよく、EN ・ニールセン・レーティングスによると、この回の本放送は、通常のコメディ・セントラルの視聴過程の8倍ともいえる220万の過程で見られた。しかし、 パーカーとストーンはこの話にサブエピソードを入れさせられたと感じているため、ナナメントリの登場シークエンスについてはあまり好ましく思っていない。この回で、カイルの父やケニーの家族が初登場し、脇役だったマービンは人気が出て、第3シーズン宇宙戦士、ハラペコマービンで再登場を果たすことになった。カートマン、ケニー、カイル、スタンの4人は、 スポーツウォッチ目当てに、アフリカの貧しい人々へ金を寄付したが、届いたのはウォッチではなく、エチオピア人の子供マービンだった。さらに悪いことに、マービンを送り返させたつもりが手違いで、カートマンがエチオピアに送り返されてしまった。そこで、カートマンは活動家であるはずのサリー・ストラザースが、寄付された食べ物を放食しているのを目の当たりにした。同じ頃、 サウスパークでは遺伝子操作されたナナメントリが街になだれ込み、感謝祭の最中だったシェフたちが映画、ブレイブハートのパロディよろしくやっつけていたが、ケニーがナナメントリに殺された。カートマンはストリーザーズの横暴を暴いてマービンと入れ替わりになる形で無事に帰国した一方、ケニーなきマコーミック家では彼が、 感謝祭のイベントでもらってきた缶詰を食べることになったが缶切りが見当たらなかった。心理学者、ギルバート・リーズとジェラルド・ジェイコブズは、この回を他人の苦しみを利益にし、援助を受ける人々を苦しめている、巨大な産業としての人道主義に対する皮肉を描いた、ポップカルチャーの一例として評価した。また、この回では、 アメリカの消費者主義社会と貧困に苦しむ国に対する無関心についても風刺している。最後の場面でスタンが視聴者に向けていったテレビに映っている貧しい人々を見るだけだと自分たちには関係ないと考えてしまいがちだがテレビの向こう側にいる人々が実在の人間であることを考えると行動を起こそうと思うようになるという言葉は この会における教訓となっている。この会は、飢餓に苦しむ、子供たちのために寄付された食べ物を横領して、ブクブク太るサリー・ストラザーンスの醜い姿を通じて、アメリカにおける暴食を風刺している。ケニーを除く3人が、それぞれの家族とマービンと共に、レストランで食事をする場面では、 カートマンが出された料理を一人示する一方で、その料理を粗末に扱うといったアフリカの子供たちの苦しみに対して理解していない様子が描かれている。これは物に溢れ堕落する典型的なアメリカ人を描いているとされている。ナナメントリがサウスパークの感謝祭会場で大暴走する場面は遺伝子操作への風刺として描かれている。 ポップカルチャーを研究する哲学者、スコット・カレフは、ドクター・メフィストが良い方向に利用しようとして7ントリの遺伝子を改造した、結果、第三次につながったことについて、自然は予測できない存在であり、人間の手による遺伝子改良は、倫理面において曖昧なところがあることを暗示していると評価した。マービンの出身国であるエチオピアは、 1983年から85年にかけて基金に苦しんだことで知られている。また、一部の専門家は、マービンの名字である、クリック・クリーック・ダークが、両親の性質を示していると指摘している。シェフが七面鳥たちを導き、自らに、青と白のウォーペイントを施し、同志たちを鼓舞する場面は、スコットランドの軍事的指導者、ウィリアム・ウォレスを題材とし、 メル・ギブソンが監督を務めた1995年の映画、ブレイブハートをパロディしたものであるパーカーは、映画のパロディは、これが初めてだとしつつも、パーカーとストーンの両方は、ブレイブハートのパロディを楽しんだと述べた。授業の場面において、ギャリソン先生は、イギリスの歌手エンゲルベルト・フンパー・ディンクを世界で初めて、月に降り立った人物として説明する。 授業中のカートマンが発した、多分、そういうことをしたら、余分な人口は減るんだろうな。というセリフは、一部の貧しいは、旧否認に行くよりも死んだ方がまっしだということを、ほのめかしたものである。この発言は、チャールズ・ディケンズの小説、クリスマス・キャロルにおける、スクルージの発言をそのまま引用したものであり、これを聞いた、ギャリソン先生は、よろしい、皆さん。 リケンズの話はそこまでにしましょうと返している。カイルが、サリー・ストルーザーズは1980年代後半から90年代初頭に放送されたコメディドラマフルハウスに出ていたとスタンに誤った説明をする場面があるが、ストルーザーズが実際に出演していたのは1970年代のコメディドラマオール・イン・ザ・ファミリーである。メフィスト博士の頼みでシェフが顕微鏡を見て イギリスの女優、バネッサ・レッドグレーブの海賊姿の超拡大写真を見ていると述べる場面がある。話の結末において、スタンがテレビの向こうにいる、上に苦しむ子供たちのイメージも、また僕たちと同じように本物であることを覚えておくことが重要なんだと締めくくろうとした際、カイルは、じゃあ、マクガイバーも実在するんだなと冗談を返した。当初、マービンは、 ゲストキャラクターの予定だったが、初登場回である、この回で人気が出たため、宇宙戦士、腹ペコマービンにて再登場を果たした。その後、マービンは、アクレームが制作した2000年のレースゲームサウスパーク、ラリーにも小麦粉の袋を改造した、車に乗って登場したほか、モバイル向けプラットフォームゲームサウスパーク10、ザ・ゲーム、にも多キャラクターと共に登場している。 カートマンのザッツ、エイバッド・スタービン、マービンというセリフは、第一シーズンで最も人気のあるセリフの一つとなった。トム・ボグとは、大食いカートマンと、ハラペコ・マービンの海賊版を見たことがきっかけで、最終的には、サウスパークの編集の職を得ることができた。アメリカ合衆国での本放送に対し、ニールセンレーティングは220万人の家庭に、 見られたと示す4.8という数字を出した。サウスパーク以前のコメディセントラルの通常放送が0.6で、最高値であるアブソリュートリーファビュラスの第2シーズン第1話が2.7だったため、テレビ番組のジャーナリストは、この数値を驚くべきものだとしていた。批評家たちはこの話を、サウスパークのクラシックエピソードだと評した。パーカーはマービンが、 すべてのン面リと共に家に帰って母親を驚かせたシーンを感情的だと表し、この時になって初めて制作者コンビがこの番組に関する感情的な批評を受け取った。この番組で叩かれたサリー・ストルザーズはクリスチャン・チルドレンズ・ファンドの関係者である。この話の放送後、サリー・ストラザースに不親切じゃないかという視聴者からの意見が寄せられた。 制作者コンビ自身は彼女と話したことはないがサリー・ストラザース本人は番組のファンだったためこの回を見て驚いて彼女が子供たちから食べ物を盗んでいるという描写について反応したパーカーとストーンは彼女の反応を見て謝罪をしなかったことに関して少し後悔したそのため第三シーズンで宇宙戦士ハラペコマービンに登場した際 ストラザースは、ジャバザンハットのようなキャラクターとして描かれた。DVD コメンタリーにおいてパーカーは彼女について、あの、君のことが、テレビであんなデブキャラとしてやっててびっくりしているだろうね。でも僕らは、彼女が悪い人だとは思っていないし、放送前にトゥインキーの量を減らしただけなんだと話した。ビレッジボイスのテレビ評論家、トムカーソンは、アメリカ合衆国の、 第三世界に対する無関心さと裕福さに関して、病的な驚くべきジョークが詰まっていると話し、テレグラムガゼットのダイアン・ウィリアムソンは使うのに勇気のいる素材を使った番組と評し、制作者の勇気を称えた。ルイジアナ州、ラファイエットのザ・アドバタイザーは、この回をヒステリックじみていながらもアメリカ式消費者主義への皮肉がよく現れていると評した。 セントポールパイオニアプレスは、この回が、笑い事でないと思っていても笑ってしまうほど、面白いと評したものだとした。クーリエメールのビッキー・エングルンドは、本編中のストーリーラインの恐ろしさと倫理観と、サリー・ストラザースに関するジョークについて褒めた、ナナメントリの、場面はあまりにも面白いから食べながら見るべきでは、ないのかもしれないと話したまた。 オレンジカウンティレジスターの批評家バーン。ペリーはこの話をサウスパークのエピソードの中で気に入っていると話し、1998年にはシカゴトリビューンのサウスパークエピソードランキングトップ10に入り、2003年には同じくシカゴトリビューンのサウスパーク爆笑エピソードにランクインした。スタートリビューンのビルワードはこの回を ハートマンにとって最も良い30分だと話した。しかし、必ずしも良い評価だけではなく、ボストングローブの記者マシュー・ギルバートは、この番組を幼稚で、不機嫌な番組と表紙この回は、特に可愛げがないとした。アイリッシュタイムズのブライアン・ボイドは、この回が、アフリカの子供たちを笑いのにしていると批判した。ありがとうございます。